こんにちは。やっほー。夕方から配信しております。もうちょっとで6時ですね。こんにちは。今日はオフなのでのんびりまったり配信しようかなと思ってます。最近ね、本当に夜寝るのが早いので、まあ、夜起きてたら夜配信しようかなと思ったんですけど、ちょっと今日ね2時間ぐらいしようかなって思ってて、1回の配信じゃなくてこう区切り区切りで、なのでね、ちょっと夕方ぐらいに今ですね、今配信を始めました。今日はオフなのでまったりのんびりしております。明日からはまたお仕事です。明日から頑張ろう。もう8月オフないかも。今日が最後のオフだ。8月頑張るぞまあ、多分皆さんもそうだと思いますけど、もう今週もあと25だから、もう多分9月まで休みないのかな、わかんないけど頑張ってください。最近の私はですね、昨日ちょっと無印に行ってきて時計を買いました。この時計ね、無印の時計なんですけど、気温まで出るんですよ。今 27.9 度です。これをねこう置くことによって、今皆さんにね、今何時と聞かなくても、本当はもっと可愛いやつが良かったんだけど、ちょっと今回は機能性重視で買いました。ウォッチ今何時と聞かなくても配信ができるようにしました。湿度は出ないですね。そんな感じです。最近ね、あれなんですよ、もうなんか最近本当にこう、まずね目がね、こう最近もう両目なんかあんま調子良くなくて、メイクしてもなんかすぐ涙でにじんで取れちゃうので、目のメイクもしてないんですよ。で今こっち親知らず抜いちゃって、すごい腫れてて、ファンデーションとかつけたら痛いから、もう何もしなくて、もう最近ね顔が薄顔の状態です。眉毛ぐらいかなやってるの、うん、なんでちょっとね、あの顔面の満身創痍が著しいんですけど、まあ、ちょっと9月になるにつれて復活していけばいいなって思ってます。友達今日は丸いんだ。今は本当にまったりなので、ベッドに座って配信してます。ベッドを移動させたことによって窓際にベッドがあるんですよ。さあもうね、これ分かるかな、夕日がすごい眩しいでまだ部屋の電気つけなくていいぐらい外が明るいんですけど、夏って感じですね。服かわいい。服
最近ベスト買いがち。でもこのベスト秋用だからちょっと今日は暑いですね。配信してるよ。ただいまイベント中でございます。今日みち来る。今日は校内ですね。さっきお別れしました。ペンダントネックレスマリクワ可愛いでしょ。ほっぺ腫れてるよ。なんかちょっと見せれないんですけど、まあちょっと1週間は言い過ぎか、まあ5日ぐらいはマスク生活かなと思います。飲み物飲むときはだからちょっと今から飲むんですけど、こっち側に言わせてもらいます。ロイヤルミルクティー美糖美味しい。うん、あんま甘くないですね。あれなんかちょっと電波悪い。もしかしたら電波悪いかも。なんでだろうな。今なんか画面が止まった気がする。今ね、なんかね、イベント花火大会、なん正式名称がよく分かってない、花火大会のイベントがやってるのかな、うん、あ花火がありがとうございます。なんだったっけ、浴衣、いや、うん、夏祭りイベみたいななんかそういう感じの、すごいパンパンパン。花火の音ってどうやったら聞こえるようになるんだろう。音が聞こえないの私。こうやってあれなのかな、見てる人にしか聞こえないのかな。どんどんどん、ありがとうございます。は、花火大会2021か。こっちは聞こえる。いいなぁ。私も打ち上げ音聞いて夏を感じたいよ。こっちも聞こえない。なんか設定なのかな。玉やらしたかった。ありがとうございます。リアル花火してたね。そう、昨日はね花火してた。さっきまでね、あのあかりんさん、福田あかりさんのショールームにお邪魔してたんですけど、ちょっとね夕方から私は家の宅配を受け取る予定があったんで、帰ってきてさっき受け取りました。なんかオフの日って本当に寝て過ごすことが多いから、なんだろうな、こうやってオフなのに外に出るっていうことが久しぶりすぎて楽しかったです。花火ありがとう。受け取ってきた。受け取り大事ですよ。あとなんだろうな、なんかお知らせすること
とあったかな。あとあのね、アットジャムに28日に出演させてもらうんですけど、その時にストロベリーステージで、あの SKE さんのカミングフレーバーさんが出演されなくなってしまったので、その振り替え代打出演で瀬戸内 PR 舞台がストロベリーステージに出演させていただきます。なのでアットジャムは ST48 と PR 舞台の2つのステージに出ます。パチ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 、はい、嬉しいです。アットジャム大好きマンなので、なのでぜひぜひ、あのもしよろしければ、多分公式でももう発表されてるはず。そうなんですよ。PR 舞台なんかすごいもう終わりかなと思ってたけど、またできたらいいなと思ってたから、また嬉しいです、機会をいただけて。アットジャムのレッスンはねこの間終わったんですけど、この間ねやってきたんですけど、私が親知らずを抜いた日にあったんですけど、夏って感じのセットリストですごい良かったです。楽しかった。またなので見ていただけたらいいなと思います。まあもうでも本当にラストのラストぐらいじゃないのかな、 PR 舞台出るのは。もうすぐね7枚目シングルもあるし、カミングフレーバーと PR 舞台のコラボ期待。いつかねなんかそういうのができたらいいけど、どうやろう。まあでもアットジャムはねもうだ無理よね。最近 STU さんめっちゃ気になってます。お、とてもいいグループです。ありがとうございます、気になってもらって嬉しいんごー。僕は好みを眺めてるまた歌えたらいいね。もう全然まだ今日私も知ったから、その代理で出演することだから、セットリストとか全く知らないし、多分これからあれレッスン入るのかな。私ほとんどお仕事入ってるけど、8月どうなんだろう。まあでも楽しみ。よいしょ。眩しい。こちら夕日。夕日が沈む空を見ているか。背中ちゃんと見ていてごらん。楽しんで楽しみます。ありがとう。コロナ気をつけてね。気をつけます。皆さんも28日楽しみにしていてください。うん、あ、何言おうと思ってたんだっけなんか言おうと思ってたんだっけ。花火ありがとう。
君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてた打ち上げ花、あ、ドゥルルン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 、いい曲。君の髪の香りはじけた浴衣姿がまぶしすぎて、お祭りの夜は胸が騒いだよ、つつつ、こぼれそうな人混みの中、離れないで出しかけた手をポケットに入れて握りしめていた、タラララ。君がいた夏は遠い夢の中、空に打ち上げた打ち上げ花、連打ドルル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 ル、めっちゃ太鼓の殺人のイメージ、ドゥルルン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 、ありがとう、連打しちゃうぜ、フルコンボだどん、連打曲を選ぶどん、トトントトントトン、私はねこの夏祭りとあと気分上々がお箱でした。太鼓の達人はかませイエイエイエイ、気分上々の愛をどうせ母ならせばありない、ないないない、みんなで踊れ、みんなみんな、あげあげお箱の太鼓の達人ミーマル GT さん、よいしょよいしょちょっと飲み物飲みます。今ねすごいね赤くなってるんですよ、見て、なんかこの熱を帯びてる、薬毎食食べたら飲んでます。でシリンダーみたいなので、あのうがい薬今ね抜歯してね、あらぜたりだ、言えないんだけど、なんかね糸がめっちゃ出てるんです、出てるっていうか糸があって絡まるのでマジでなんかここだけ見たらなんかすごい口元だけ見たら誰って感じ。あのこれね糸があるので、その糸にこうご飯食べた後とかってこう食べ物とかが詰まったりとかして、なんか雑菌とかがね、あの繁殖しやすいらしいんですよ。だからそれをあのそれが常にだと絶対に治りが遅くなるので、このめっちゃ細いシリンダーであの注射器でうがい薬入れて口の中入れてシャーってやったらビヤーって出てきますすごい間抜けです。それは今回はね上と下は両方抜歯したのでめちゃくちゃ腫れてますね。前は下だけだったから上はあれなんですけど、ここでねどんだけ違うかというと、こっちはこんな感じです。わかる？
横顔がねもう太った人なのよ。化粧ができないのが残念です。肌が痛くてね。なんで顎まで太くなるんだろう。太くなるっていうかなんでね、全然違う。そうなんですよ。歯ね持って帰ってきたんですよ。なんかすごい見せてもらって、持って帰ってもいいですかって、あーどうぞどうぞって言われて、抜歯した歯ね。でなんかショールームで見せようかなと思ったけど、あの歯茎がちょっとくっついてて、なんかみちゅさんに送ったんですよ写真。そしたら突然のグロって言われて、あーこれやっぱグロいから見せない方がいいなと思って、あの自分だけのやつに留めときます。そんながっつり歯茎まであるわけじゃないんですけど、ちょっと若干うっすらくっついてる感じなんで。そう、喋る分には痛くないの。もう全然痛くはないです。痛みはねほぼないっていうか、ちゃんと薬飲んでるし消毒してるし痛くはないですね。腫れがすごいだけ。下は確かにちょっと痛いんですけど、上の抜歯は全然痛くないし、なんか腫れないって言いますよね。でも私は上の歯は基本は切開とかしないらしいんですけど、私は上もなんか深いっていうか、全部親知らず全部深いとこにあるんで、全部あの切開でやってます。でも切開で良かったなと思うのは、あんまり歯について詳しくないんですけど、親知らず抜いたらなんかドライソケットっていうやつになるらしくて、なんかそれはどういう原理だったかな。なんかその歯、親知らずを抜いた状態で穴が開いちゃってて、でなんかスポンジみたいな、シリコンみたいな、シリコンじゃない、なんかコラーゲンみたいなのを入れて血をにじまして、で血でなんか歯茎を作るじゃないけど、なんか修復させていくらしいんですけど、その時になんかすごい痛みを感じるらしいんですよ。でも私は切開なんで、あのなんていうん、糸をで縫ってもらってるからそういうことがなくて、うん、ドライソケットとかは一回も感じたことがないです。めっちゃ痛いらしい本当に。なんかそのドライソケットはすごいね、歯親知らず抜いた後なんか見せられるんですよ、動画みたいな、注意事項みたいな、ドライソケットは痛みが続きますみたいな、すごいビビらせられた。そうなんです。あとは右上、こっちの親知らず抜いたらやっと親知らずが終わる。本当に長い長い。でも多分ね、次抜いた時はね下の歯じゃないから、もう多分抜いたって言っても全然わかんないぐらいだと思います。うん、腫れないと思うし、なんでちょっともしかしたら、あれおきちゃん顔張ってるって思ったら、あちょっと抜いたんかなぐらいに思ってください。うん、20年くらい前に抜いた時はそのまま放置でした。あどうなんだろう、その医学の進歩ってさ、どうなんだろうね。20年、もしかしたら進化してるのかもだし、でも科学の進歩のと医学の進歩って全然違うという、遅いっていうような医学は、だからそんなに変わってないのかな、どうなんだろう。そんな感じです。あとは普通の歯を抜いたら矯正できる。もう長い、もうちゃっちゃとスポンスポンって抜けないかなって思ってしまいます。アップルウォッチ反応しないから最後の1本。だからメールにも書いたんだけど、そうなんですよ、なんかやっぱビビるんですよね、音とかさ意識ある状態で、すごいもう
ガガガガガゴリゴリゴリみたいな音聞こえるからさ、アップルウォッチがビーってなってさ、血圧っていうか心拍数がめっちゃ上がって、それをあの通知来てて、もちろん手とか震えてるんですよ、平然に見えて。そうビーってなってました。何回やっても慣れないものかもしれません。でちょっとでもあの緊張感をなくそうと思って、またあのイヤホンで音楽聴きながら受けたんですけど、でもやっぱ骨伝導じゃないですけどもう直通で骨の振動が耳に聞こえてくるから、なんかイヤホンの音楽よりもあのダイレクトに伝わってきて、あんまり意味なかったです、うん、ちょっとでもなんか気を紛らわせようと思ったんですけど、めっちゃ音は聞こえてきましたあーうるさいって思いながら、うん、ビートにはならなかった、そこまで刻んではなかったですね、工事って感じでした、工事の音。何の曲聴いたの？ヒプノシスマイクで聴いてたかも。ラップですね。だからディスられながら、耳元でディスられながら聞いてました。親知らず抜かれ満身創痍でした。体はギコギコされるし、耳ではディスリラップを聞くし、いや好きなんですけどうん、楽しかったです。でも楽しくはないか。そうなんですよ。また抜いたらお知らせします。とりあえずなのでしばらくね、ちょっと自撮りとかも全部マスクになっちゃうんですけど、申し訳ない。あと2日ぐらい待ってください。多分2日3日したらだいぶ落ち着くと思います、うん、ありがとう。なんかソロ派とかも抜くかもみたいな言ってたかも。みんな抜くのかな。あかりんさんはでも自粛期間中に抜いてたらしく、自粛期間っていうかそのまださ1年前とかの本当に STU にお仕事が何もなくなった時、もう自宅の時に抜いたらしくて、いやめっちゃ賢って思った。確かにあの時抜いておけばスケジュールも空いてたし人に会うこともないし、賢いですね。花火ありがとう。どんどんどんパフパフ、うん、そこで見たら花火の音が聞こえた。あ、そうなんだ。でもちょっと毎回鳴りすぎたらちょっとあれだね。ちょっとうんってなるかもね。大変だ。岡山27日から緊急事態宣言。そうなんや。岡山もう全然帰ってないですね。岡山に行くことはあっても。
あ、でも最近岡山県行ったかも、まだ緊急事態宣言が出る前。仕事で行きました。初めて東の方に行きました。あ、私全然岡山なんだかんだそんなに行ったことないんですけど、自分の地元以外は。東区の方に行きました。また解禁したら言います。岡山広い。岡山広いね。横に広いから、なんか広島に行くのも大阪に行くのも遠い。今度親し奥歯3本抜くので参考で、どのくらい痛みが続きましたか？奥歯3本？薬を飲んだら、薬をなんか歯医者さんに言われたのは、薬はもう痛み止めとかもらうんですけど、なんか5、6時間おきにって書いてはいるけど、もう痛いって思ったら守らず飲んで大丈夫ですって言われました。まあでもそれは各々の歯医者で聞いてください。なので私はちょっとでも痛いって思ったらもう割と間隔も空けずに飲んでて、なんで痛みを今は全く感じてないです。全然、まあ、ちょっと運動とかしたら痛いのかもしれないけど、今は薬飲んでたら痛みゼロです。でも今回の親知らずはちょっと神経に近かったんで、上の歯だけ抜く時ちょっと痛かったです。麻酔効いてるといえども。そんな感じです。食べ物は普通に食べれるのかな。私昨日焼肉食べてきた、抜歯2日目にして頑張った。歯痛かったけど頑張った。歯っていうか顎が痛かったけど、もうどうしてもお肉が食べたかった。絶対ダメよ多分。そう、みちゅさんと一緒に焼肉食べてきた。美味しかったです。安かったの、ランチで900円でめっちゃついてきた。ご飯、キムチ、サラダ、スープ、カルビ、鶏肉、コーヒーとか、すごい美味しかったです。で、キャッチャーじゃない、ピッチャーの水がウーロン茶だったの。すごくない？ご自由にのピッチャーがウーロン茶だった。美味しかったです。だってウーロン茶ってお金取るじゃん普通は。ああ、なんかいいとこ見つけたって思いました。キャッチャーは当時保守ですね。ピッチャー。お肉食べてきました。優しかった。よく飲むお茶は緑茶。焼肉も羨ましいし、みちさんと一緒も羨ましい。昨日ずっと一緒に行った。確かに買い物して泊まりして朝、朝もいたか。楽しかったです。よいしょ。この配信はね、このやつはとりあえず1時間1時間
過ぎぐらいまでやって、まあ夜に起きてたらしたいなとは思ってる。10時台とか起きてるかな。なんか今がねまだ目が冴えてる時間帯なんですよ。昨日の夜やばかったし、もう人狼とかもうウノとかやってる時間もう脳がもうダメだった、起きてなかった。だからね最近ね8時超えたら脳がもうダメ、こうなっちゃう。今日もね早く起きた。まあでも二度寝しちゃった今日は今日は良きオフですね。昨日眠そうだった。しかも私あれなんですよね、なんか人狼とかでさあんまり騒ぎたいタイプじゃないっていうか、あんまりなんかわかんない、人狼よくわかんないからさ、あんまなんだろう積極的にやりたいってはならないんだよね。みんな大好きだからメンバー、人狼とかボードゲーム、テーブルゲームじゃない、何ゲームって言うんだろうね、ああいうのめっちゃ大好きだからやるんだけど、なんか私あんま分かんなくて、楽しさがなんかみんなが楽しいのを見るのが好きって感じなんだけど、もう頭が回んなくて死んでた、うわーってなってた。でも人狼は別に好きではないけど、あの楽しんでるメンバーを見るのは好きだからやりたいってなる、よくわかんない人狼。でもゴリラ人狼はちょっと面白そうだなと思って提案してみたけど、なんか調べてみたら意外とルールが複雑だった。なんて言うんだろうね、ああいうゲームのジャンル難しいね。お酒は飲めんけど雰囲気が好きみたいな、あそういう人も確かにいるよね。近いのかな、確かに。パーティーゲームっていうのか、パーティーゲーム。オフは基本的に何してることが多いの？オフはねほとんど寝てるか、買い物行くか、本当にどっちか。基本的にはずっと寝て過ごしてる。最近はもうずっと雨が降ってたのもあって家に引きこもっておりました。たまに外に出て、あなんか買わなきゃいけないなって思ったら買い物に行く、そんな過ごし方でございますよ。でもほとんどがそうじゃないのかな今の時代っていうか、ちょっと飲み物飲みますね。すぐ飲み物飲みたくなる。雨長いね、雨長い。確かに梅雨より長いのか。よいしょ。タワーレコードさんにツイッターにも書いたんですけど、あれ言ったっけ、ショールームでは言ったっけ。タワーレコさんにね昨日サインを書きに行きました。でもし広島に来てタワレコ寄った人とかは見てみてください。たまにメンバーのサイン増えてると思います。もうなんかメンバー専用のサインペンみたいなのが設置されてて、割と堂々としたところにメンバーの皆様へみたいな、なんかタワレコさんが、広島店のタワレコさんがメンバーの皆さんサインペン置いとくので、もうなんか勝手に書いてくださいみたいな感じで書いてて、もう店員さんとかにも何も言わずに勝手に書いて帰ってった。
まあメンバーだから多分大丈夫だろうと思って、そうメンバー以外は使わないでくださいって書いてある。でもなんか生誕のメッセージとかはそのメッセージの横にペンとかが置いてあるから、ファンの人はそれを書いてってことよね。そうなんですよ。でこれみちさんと言ったんだけど、これってさ他の人使わないのかなみたいな話をしてて、普通になんか使われそうだけどなみたいな。でも今のところはメンバーしか書いてなかった。なんという秩序、それの民度の高さ。あとソラハの生誕メッセージ書いて、あの箱に入れてきた。ソラハおめでとうございますって書いてシュッて入れてきました。もしかしたらなんかよ、わかんないけどさ、生誕委員からのプレゼントの中に私の寄せ書きみたいなのが載ってるのかもしれない。でもどうだろう、偽物って思われるかな。いちいち全部チェックするのかな。するかするか、そりゃ。するか。ちょっとそれはおのおのに任せします。筆跡で分かるかな。福田さんとの配信見て面白い子だなと思いました。ありがとうございます。ソラハとほのたんさんの生誕祭が決まった。それが久しぶりの僕恋再会でもあります。僕恋公演9月のね、確か。いつだったかな。でも、同じ日に昼と夜だった気がする。9月にあります。僕恋が、久しぶりに再会いたします。20か。ありがとう。9月20日。今年のほのたん生誕祭は爆笑しないで。なんかほのたんさんのファンの人がほのたんさんのオンライン話し会とかでなんか期待されてるから難しいって言ってたらしい。 去年がもう素晴らしすぎてなんかすごいプレッシャーになってるらしい、生誕祭が。 去年は面白かったね、愛を感じたメンバーへの。だってさ DMM での生誕祭の動画公開期間終わってんのにさ、もうたびたびリバイバルみたいなんで矢野ほのか生誕祭出てくるから、いつ見ても楽しい、同じとこで楽しい、好きなんですよ。多分今後本当に何よりも好きな生誕祭だと思う。 もう本当にね、無観客なのが悲しいぐらい、まあ無観客だったから良かったのかも、逆にあれは。とても好きな生誕祭でございます。いいよね。最近までまた見れてたよ。ただにふうさんかな、ふうさんがセレクトしたやつかな。今月っていうか本当に8月見れてたんですよね。まだ見れるのかちょっと分かんないけど、まだ見れるなら後で見ようかな。 って思う。本当に好き。面白い。花火ありがとう。どんどんどん。あれはいいですね。最高です。パッと光って咲いた花火を見てた。きっとまだ終わらない夏が。
夏曲、花火曲。曲は飛ばして MC だけを見てます。普段と逆のことしてる。ほのたん生誕祭まだ見れる。お、見よう後で。また見よう。リスン、波音は恋のオルゴール、素敵な真夏のメロディ、壊れたハートを慰めてくれるよ。リスン、お気に入りのあの日の水着、今年はもう似合わないね。海にも入らないし、日焼けもしたくない、ワンピースのままでいい。少し地味なワンピースでいい。ちゃんちゃんちゃちゃんちゃん。トークオブザマスカープリープレープラープリーズ。ちょっと私英語が極端に苦手なもので、トークオブザマスケマスカープリーズ。ちょっと英語のコメント、初見の方すごいね。私すごく英語が苦手なものでちょっと頑張って訳しますね。オフか、トークオフザマスカ、あなたは喋ってるのにマスク、プリーズプリーズ、あ、テイクオフか。テイクオフテイクオフ、マスク取ってくれ。イエス、でもちょっと半分しか見せれない。イエスマスク、ノーマスク、ノーマスク、マスク必要、マスク because、 ライト、親知らずってなんて言うんだろう、ライト、マザーオアファザーデンタル、オフサイド、ブラッドブラッド。ノー、親知らずって難しくない？通じてるといいな。親はペアレント、あー、モンスターペアレントっていいもんね。ペアレントトゥース、ペアレントルックのトゥース、オフオフ、晴れるってなんて言うんだろう英語で。難しい、英語難しいからきっと私は海外では暮らせない。親知らずは世界共通。なんて言うんだろうね、隠れた歯とか言うのかな。いやでも海外の人はもう歯のことにね、エチケットで直してたりするから、きっと親知らずの存在は知ってるはずだけど、なんて言ってんのかちょっと分かんないね。難しい。まあでもそういうことです。でもコメントしなくなったってことは多分理解してないな、海外の方。
親知らずはウィズドントゥース。へえ。あ、ウィズダムトゥース、トゥース、なんか二種類の言い方があるんだね。ウィズドントゥース。なるほど。まあいつ使うのか分かんないけど、もし使う機会があれば、ウィズドントゥース、テイクオフって言おう。外国の人に言われたら、なんで君ほっぺ腫れてるのって言われたら、ウィズドントゥース、テイクオフって言います。なんで逆に親知らずって親知らずって言うんだね。親も知らない派ってことなのかな。そういうことっすか。逆に日本語がなんか、日本語の成り立ちの方がちょっとあやふやな感じしてきたね。漢字の成り立ちってイラストっていうかさ、情景からじゃないですか。山とかもそうだけど、だからさ、言葉の組み合わせとかもさ、マジでなんかツイッターみたいなノリで決めたのかなって思っちゃう。なんか親にも知られてない歯があるんだけど、これ親知らずでよくないみたいな、そういう昔の人のギャル的ノリで決めたのかな。もし本当にちゃんとした意味があったら申し訳ないけど。親が亡くなってから見つかるのよ。なるほど。生えてくるからってこと？そんなに親知らずが生えてくる年齢ってさ、結構いってからなの？まあ私も生えてきてる歯を抜いたわけじゃないけど。あ、昔は寿命が短いから親知らずが生えてる頃に親が亡くなって、そういうことか。法律もさ、どん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 変わってってるからさ、時代に合わせて。日本語の意味も時代に合わせて変えてっていいんじゃない？もう日本語辞書を作ってる人からしたら怒られそうな発言です。なるほどね。まあ時代に寄り添った変化に慣れていきましょうって感じですね。広辞苑みたいなコメント欄だな。そうなんですよ、物知りが多いんですよ。もともと知ってるのか調べてくれてるのか分かんないけど、ありがたいですね本当に。うん、親の心子知らずは子供を持つと分かる。親の心理ってやつですね。もちろん調べてます。おお、調べるって大事よね。私もなんか横着してさ、調べずになんとなくこう読むだろうって思ってた言葉が意外と違ったりとかして恥ずかしい思いするから、なるべく調べるようにしてる。なんか最近はこう iPhone とかでこう文字とか小説とか最近も読むんだけど、その時にちょっとでもわからないこととかあったら、こうピッてそこ引いて、なんか長押ししたら検索って出てくるから、勝手に検索したらこうパッて上にこう意味が出てきて、でまたもう戻る押したらすぐにまた小説に戻れるから、最近それ便利だなと思いながらやってる。でも何習ったっけ忘れちゃった。長押し便利。今時、今時、うん、どうなんやろ、わかんないけど。花火ありがとうございます。どんどんどん。小説に出てくる表現ってなるべく読み方も今正確に捉えたいよね。なるべくね、なんかなんとなくこうかなみたいなでさ、なんかでもわかるじゃん、前後の文脈からしたら意味的には。でも読み方とかさ、なんかなんで送り仮名が「る」ってことはこれ何？みたいな文字とかあるよね、結構。なんか私、憤るをさ、ずっと募るって読んでたの。勝手に。それがさ、すごい、ちょっと恥ずかしかった。あれ、募る、
憤りみたいな、募りとかかと思ってた。わかる？なんかさ、募って思わない？見えん？でもさ、なんかさ、意味はもうわかるじゃん。いきえさ、ずっとさ、募るって思いながら読んでた。したらね、調べたら憤りだった。憤るだった。そういうのが多いですね。それだから意味はなんとなくわかるけど、うーんみたいな、読みがわかんないみたいなのはめちゃくちゃ多いです。だからなんで判明したの、なんで判明したんだろうね。調べたのかな。うーん、最近ねそういうので違うよって言われることが多いので、なるべく気をつけたいなって思います。本当に恥ずかしい。って感じですかね。お、花火ありがとう。ドドンドドンドンドン、ドドンドドンドンドン。アイスもしもらえたら、みんながみんなになんか買ってきてほしいやつ聞いてから買ってくるね。サーティワン行きます？皆さん、私はねあんまり行かないんだけど、たまに行った時の美味しさって異常だよね。あと差し入れで最近、なんか最近っていうか差し入れでいただくことは多いかも。サーティワンってね最近知ったんだけど、まだやったことないんだけど、シェイクできるらしいよ。好きなアイス選んでシェイクにできるんだって。あのアイスポッピングシャワーとか、いつかやってみようって思う。私はナッツトゥーユーっていうね、なんか3種類ぐらいのナッツが入ったアイスがね中学生ぐらいの時に食べて革命起きて、そっからずっと食べてます。めっちゃ美味しい。ちょっとカフェオレっぽい味にのアイスにナッツが、3種類のナッツが入ってる、それがめっちゃ美味しいです。この間ね、なんかいただいたんですよ、差し入れでサーティワンのアイスをね。でもみんなが選んでて、期間限定とかさ、ポッピングシャワーとか結構人気なやつがどん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 取られていくんですけど、みみみさんがさ、みみみさん結構早いの、差し入れに行くので、わーアイスだーって言って一番最初に取ったのね。みゆみゆさんが一番最初に取ったやつが小豆だったの。私びっくりして、えーみたいな。なんかいやいいんよ、別にいいんだけどさ、なんかサーティワンで小豆頼む人私マジでいないと思ってたから、えーみたいな。そこで一番よ、しかも選び放題の一番でまさかの小豆をチョイスしたのにさ、めちゃくちゃびっくりしてさ、なんかカルチャーショックだった。軽くなんか小豆食べてるのってさ、なんかあのコンビニのさ、あの小豆バーとかさ、かき氷のなんか上に乗ってる小豆とかのイメージがあったんだけどさ、まさかのそうモナカとか以外でさ、私あんま食べないんですよね小豆。びっくりした。サーティアン小豆を下に見てる、いや全然見てない。モナカのさやつとかも好きなんだけどさ、でもさなんか勝手な偏見ね、勝手な偏見さ、なんか小豆ってもう王者がおるじゃないですか、小豆バーという。でその
勝手な偏見ね、あずき会の勝手な偏見。まずあずきバーがいるじゃないですか。その下にモナカあずきアイス、モナカアイスとあのかき氷系のなんか抹茶かき氷の付属系となんかあの白いさ、表面が白い、ちょっと名前忘れちゃったけど、表面が白で中が小豆みたいな棒状のアイス、あれ以外で見ることなくない？アイス。ほぼそれでさ、サーティワンというさ、もう数々のフレーバーがあってさ、こうアイスクリームじゃないですか求めに来てるのは。そこでさ小豆を選ぶのすごい、なんかすごいなって思って、食べてみたいの。意外とサーティワンの小豆とかさ食べたことないから食べてみたいけど、なかなか食べる機会ってない。いや自分で頼めばいいんだけどさ、なんかそれをこうスッといけるのがすごいなって思って、そうみゆみゆさんが選ぶのも意外だった。なんかあそうアイスまんじゅうだ、白のやつって、それだそれだ。いやなんかおおって思った、すごいなって。ちょっと買ってこようかな、サーティワンのあれもらえたら小豆買っていきたいと思います。うん、だだ私でもアイスない頼むだろ、アイス自体はそんなに食べないんだけどな。昨日でもなんかまひなさんがアイスの話でテンション上がってたよね。なんだったか。今のおきちゃんではあずきバーの硬さは食べられない、食べられないと思う。ガリガリ君もいけないね、うん、でももうここ1年2年ぐらいはなんかアイスクリームしか食べてないかも。アイスキャンディーとかなんか果物系とかのアイスあんま食べてないかも。アイスボックスぐらいかもしれない、そういう系って。なんかクリームに落ち着いてるな。6時52分、おお6時52分何時からやったっけ、1時間ぐらいやったのか。アイスの口づけ、なぜだか甘くて冷たくて。あくちゃん果物苦手じゃん。なんかアイスにしたら食べれる、飲むとこもいい、ジュースとかアイスだと、うん、そうだね。1時間経ったから終わろうかな、また夜にできたら、その起きてたらやりたいなとは思いますけど。ありがとうございました、こんなまったりまったり配信を見てくださってありがとう。実はねこの配信2回目なんですよ。でもお昼にちょっと配信しただけだから、多分あの見れてない人とかも多いと思うし、この時間帯どうなんだ、私あんまり夕方とかしないんだけどさ、あれなのかな、こう定時系で、定時っていうかさ、定時で上がれるなんか夕方終わりの人たちとかは見れてるのかな。でも意外とね遅い人とか遅いから見れてない人もいるのかな。
ではちょっとランキング読みたいと思います、13位から見ます。13位、ソーリュウさん。12位、中澤さん。11位、ジェリーさん。10位、ペルさん。9位、トニさん。8位、サダオさん。7位、イズイズさん。6位、ザックさん。5位がハルさん。4位がマッカさんでした。13位から読めた皆さん、ありがとうございました。そして3位がヨーコさん、2位がヨツバさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。こんな感じで終わりました。ありがとうございました。見てくれて、もう外も暗くなりました。やっと暇つぶしに付き合ってもらいました。お大事に、ありがとう。またね。ちょっとあかりんさんがね、もうすぐ配信がラストなので、すごいな、24時間。ありがとう。それではまたね。バイバーイ。